というわけで本日はこちらゲームセンターでお互いに1000円ずつ使ってどれだけクレーンゲームで景品が取れるかという勝負をハイジーさんとやってみたいと思います。はい、じゃあ1回目まずはねこの取りやすそうなんからいいですね、勝ちに来ましたね。こんだけあるからね、もう何かしら書き出せばいけると思うんで。確かに、何かしら、え、結構奥まで行くね。いや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 、あーあーあー、もう200円使いましたよ、この時点で。別この、はい、大きそうなホーンテッドキャンパス。そうですね、あのホーンテッドキャンパスから、はい、はいはいはい、あれ、いいんじゃない。はいはい、はい、来たでしょ、これはいい、来たでしょ。あれあれ、買います買います、はい、買いましょう。これはいけると思うんです、しかもほらこういう方のね、はい、まずは取ってね、ちょっとケーキ漬けに。そうだね、これはもう、あーあー、ああそのまま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 、あれあれ、これ店員さん呼んでみましょうか。そうですね、竹永さん、はいはい、1個ゲットになります。やったっす、やったっす、喜びすぎだろ。これ三本爪のラーメンのキーホルダーかな、はい、はい、どうすかどうすか。あら、買いましょう買いましょう。これ意外とね端っこにあるんで、そういけるかもよ、はあ、これいいんじゃないですか、これダブルで弱弱弱弱でしょ。いやこれもう引っ掛けるだけだよね多分ね、はあ、これ欲しかったんですよね前から。そうだよね、こういうことですか。これでしょ、これでしょ、これでいくでしょ。あ、いいよいいよいいよ。どうですか、うわ、あーどうかな、奥すぎた、奥すぎた。これでどうですか、うわー、あ、意外と、そう、そう、そう来る、うわー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 、ダブルダブルで手錠ゲットしました。おめでとうございます。欲しかったんですよね、やったね。はい、というわけで僕の結果は3個でした。気になるハイジーさんの結果は下の動画説明欄からチェックしてみてください。